はい。えー、ただいま中国共産党の方ではね、あの、天安門事件以来の大きな事件が起きてるというふうにされてますけども、私たちの国、日本でも、まあこれはなかなかのもんですよ。ツイッターのトレンドにこんなのが上がり続けてるんですよ。何自民党にこういうふうにね、生きてない状態にされるとか、政治資金規制法違反の疑いとかね、税金泥棒と金抜く絵とか、まさにその通りですよね。あの、財務大臣の方も、その、自賠責用権を盗んでね、 で、お金返さないから、その分、保険料を上げろみたいなことになってるわけですよ。これ、泥棒と言わずして何というのか。泥棒なんて生ぬるい盗賊ですよね。ちょっとツイッターを開いてみましょうか。えー、この図はね、ちょっとね、涙をそるというか、子供に食べさせるために自分の食事を抜いてるって、もう戦時下かっていうことなんですよ。で、こういうふうに、あの、貧しい家庭のことをね、取り上げるとね、そうなっちゃった根本は自己責任でしょうみたいなことを言う人がいるんですけども、それはね、 わかるにしても、今、この瞬間、困ってる人がいることに対しての何の救いにもならないわけですよ、どっちかっていうと、崖から突き落とすようなことになりますんで、今、こういう現状、いろんな原因はあったでしょうけども、今、こうやって困ってる人がいるためにあの、何かできることがないかなっていうふうなことをね、広げようとしてるのに、いそれ、自己責任ですよみたいなね、勝ち馬に乗った気持ちで、えー、そういうふうにね、言い放つ人が、まあ、いるのが何ともやるせない世の中ですよね。 今困ってる人に何かをするってことは、なんか思いつかないんでしょうかなんか自分が勝ち組になったつもりでね、そういうふうに、あの、差し出、し出がましい、アドバイスがましいことを言ってね、偉そうにしてるだけなんですよ、それは。うん。やっぱり社会ってみんなで、あの、付き合っていくものですから、弱ってる人を、やっぱりね、助けてあげて、 そしてなんか元気になってもらったら、社会みんなは豊かになるわけじゃないですか。そうやって弱いものを弱いままにしておくと、結局社会負担も上がるし、儲けてる人があんまり、えー、ね、儲からないってことになっちゃうわけですよ。要するに社会負担量の、これ、あれですよね、金持ちこそ、たくさん。 こう税金取られちゃうみたいな仕組みってのも結局そこに起因してるわけじゃないですかまあ、ですんでねあの貧困がなくなることを一生懸命やるとみんなで豊かになってみんなで良かったねなるはずなのになんか貧困そのまま放置しといてねともすれば見殺しにするような勢いでなんかね語る人がいるのはすごく寂しいことだなと思いましたよね目の前にね 食っていけない人がいるときに、自己責任ですよってよく言えるなと思いますよ。インターネット越しだから言えるんですかね。いや私はインターネット越しだろうと、目の前に困ってる人がいようと、どっちでも心痛めてできることはしたいというふうに思うんですけども、そういう感覚の方ばかりじゃないみたいですね。お、竹中平蔵さんだ。竹中さんはね、なんかいい人に見えるんですけども、悪い人なんかちょっとわかりませんもん、私も。 もう諸説ふんふんですからでも YouTube チャンネルを見ていると悪い人には思えないんですよ高橋陽一さんとね是非対談してほしいなと思いますし三橋孝明さんともまたお会いしてもらいたいなと思いますでセクハラ議員さんがパパ活してなんかいまだに国会議員でいるわけでしょ 本当になんで政治家辞めさせへんのってうからね、あの、鶴瓶さんだけじゃなくて、国民全員が思ってると思いますし、あの、例の、なんか、竹る議員でしたっけ吉川竹る議員だったと思うんですけども、あれ、お父さんお母さん何とも言わないんですかねうん、そういう国会議員でもノうノうと、うん、頑張っていけよみたいなことを言って送り出して、今度ね、年末年始お正月一緒に年を越そうとしてるんですかねどういうことなんでしょうか はい。ああ、二階さん悪そうな顔ですね、いつも。顔が悪いんでやることも悪いんじゃないかなというとこまで言ってしまいますけども、二階さんは20年で50億円をね、もう勝手に使ってるということで、ひどい話ですよ。で、国民にはなぜか貧困を押し付けているという。あんたの50億円をばらまいてくださいよって話ですよね。もういらないでしょ、もう <laughs>。そこそこね。何なんでしょうかね。まあ他にもいろいろと言いたいことがね、ツイッターを見てると、もう散見されるわけなんですけども、頭が痛くてしょうがないですよ。<laughs> 言ってらっしゃい。